里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。いや、なんか佐藤さんがすごい耳寄りな情報をくれるって言って。そうですね、この前のボールの反発球かどうかのやつ検証したじゃないですか。はい、はい、しました。まあ、2005年以降はそんな変わりませんよっていう、ホームランが個人的に打てないだけ、そのチームによって打てないだけですよって、だからその動画の中でも次ホームラン打てる方法を教えますって言ったんで、今日はホームランを打つ方法を教えます。ホームラン打つ方法、いや、でもこれ方法があるとするじゃないですか。はい、これみんなできたら何の苦労もしないですよ。え、本当にあるんですか、そんな方法。あります。はい、あります。ホームランを打てる確率が上がるね。はい、あ、なるほど、確率が上がる方法。この条件は持っといた方がいいよっていうのの練習方法だったりとか、はい、その心構えとか、はい、その調整をしていくと、はい、ホームランを格段に増やせる。はい、いや、もうこれ方法あります。小学生、高校生、大学生、プロ、どこにも通じます。いやいや、これは知りたい。知りたいでしょ。知りたいです。はい、僕この前、はい、イベントで、はい、その野球を科学するっていう方と一緒に仕事した時に、はい、科学的見方で野球をうまくする方法も聞いて、はい、ある程度思ってたことと一緒だったんですよ。へえ。それがより具体的に聞けたということで、はい、これはもうやっぱりそうなんやなと。はい、一つ目、ホームランを打つために絶対条件一つ目、はい、体重80キロ以上。そこは意外とやっぱこう走るのが得意な人とかは、え、だからホームラン、だからもうそれの人はもうホームランいらないでしょ。だって走るの速くは言ってないんですよ。そっか、まあ、打ちたいんだったらっていう条件ですね。そうで、別に、はい、でも体重あっても、だってボルトとか、はい、ああ、確かに、ガトリンとか、もう背が高い、はい、だから体重あっても速い人はいるわけですよ。はい、確かにそうですね。だから別に体重でスピードが落ちるとは限らないわけですよ。はい、そっか、はい、はい、はい、でも、うん、体重とボールの反発係数はやっぱ比例していくらしいんですよね。へえ。体重が重い方がやっぱ飛距離が伸びるらしいんですよ。はい、で、体重、そこ上限ありますよ、はい、ありますけど、体重1キロ増えるとバットスイングが約 1.3 キロ速くなるって言われてるんですよ。へえ、そうなんですね。で、体重が2キロ増えると飛距離が 3,4 メーター増えるって言われてるんですよ。そんな伸びるんですか、体重2キロで。はい、はい、だから200キロになったらじゃあ400メートルになるんかって。いや、これは違う。はい、そうですね。触れなきゃ意味ないんで、はい、自分の触れる中でっていうところでは、体重が80キロ以上、はい、だから過去の一つのシーズンだと、30本以上ホームランを打ってる人は、はい、ほぼ80キロ以上の体重らしいんですよ。へー、そうなんですね。公表上、はい、80キロ以下でホームラン30発以上打ってるのは、はい、山田哲人だけなんですよ。へー。公表上ね、はい、だから選手メーカーの体重って当てにならなくて、はい、一回聞かれたらずっと聞かれないから、はい、ずっと同じ体重なんですよ。なるほど。公表上は76かなんからしいんですけど、はい、山田哲人は。坂本選手とかもすっごい細く見えますけど、いや、めっちゃ筋肉つる。だから、はい、ただのデブはダメですよ、はい、筋肉量で体重を増やさなきゃいけないんで、はい、デブで、ね、脂肪で体重多いからホームラン、これは打てないですよ。はい、ああ、そうなんですね。だって振る力がないじゃないですか、はい、筋肉でしっかり体重を重くして、うん、80キロ以上がプロでも30発以上打つための、はい、条件なんです、はい、で90キロオーバー打つあると、はい、40発以上打てる確率が上がるらしいです。じゃあ山川選手とか、はい、中村選手とか、とか、はい、体重と飛距離はこう正比例してるんですよ。わ、そうなんですね、はい、知らなかった。やっぱそうなんだ。そうです、はい、だからやっぱりその体重を増やすことによって、はい、ホームランの確率が上がるんで、うん、この体重を増やす、筋力量を増やすっていうことをまずしなきゃいけないんですよ、はい、プラスアルファスクワットの数値、はい、下半身の下半身のスクワットの数値と飛距離は正比例してるらしいんですよ。重いものを上げれれば上げれる力があるだけ、はい、飛距離は伸びていくらしいんですよ。へえ。だからまずトレーニングで、はい、飛距離を伸ばすためのトレーニングするのはまず下半身強化なんですよ。へえ。下半身に筋肉つけてスクワットとか、はい、まあ、いろんな、ね、レンジとかいろんな種目あるけども、はい、そのいろんな種目で下半身をしっかり鍛えて、そのスクワットの重りをどんどん上げれることによって飛距離がどんどん伸びていくらしいんですよ。ちなみにどのぐらい上げればいいんですかね。まあ、それは人によりますし、うん、その成長過程にもよるんで、はい、僕の最長は、はい、何キロ？200キロぐらいあるかな。
200キロの重り上げてたんですか。あ、スクワットね。すごい。ぐらいはあったと思うんです、フリー、はい、あのフリーウェイトで、はい、であんまり子供の時からトレーニングやりすぎるとなんか身長が伸びないとか言われる可能性もあるんで、まあそこまでは専門家じゃないんで、はい、ちょっとあの簡単なこと言えないんですけど、はい、あの子供のうちはダンベルとか持てなくてスクワットで、はい、僕高校の時スクワット1000回やってましたからね。え、1日、はい、1000回。でも下半身をそれ鍛えるわけですね。そうそうそうです。私10回でアウトですよ。10回なんて、はい、あの鼻くそ落ちてる間にできますよ。そんな簡単ですか。10回でしょ、はい、1000回やってましたもん。下半身強化して体重を増やしていくことも大事なんですよ、はい、だそのためにやっぱプロテインも飲んだ方がいいし、うん、そういうこの補助食品的なのも飲んで強化した方がいいですよね、はい、で一番大事なのあります、はい、ここで走り込み禁止です。なんで？あの有酸素運動の走り込みっていうのは、はい、筋肉の肥大化を減少させるんですよ、うん、反対のことになるんですよ。こっちではトレーニングして、はい、あの筋肉増やそうとしてるのに、あの走り込みで長い距離走ると、はい、そのつけるところがつかなくなるんですよ。へえ。筋肉強化体力強化したい時にあの走り込みしちゃダメです。あ、なるほど。だからマラソン選手とかってすごくほっそりした方が多いですもんね。筋肉が細いってことですか。細いっていうかそのあの、うん、速筋とチキンっていうのなんですけど、はい、その僕ら野球とかそのスプリンターは速筋の方がいるんですよね、はい、でもその長距離走る人はチキンっていういる筋力が違う、うん、こっちは持久力がいる、はい、僕ら野球です瞬発力がいるんで、それで筋肉のつけ方が違うんで、はい、なんか長い距離走るとあの細くなるんですよ筋肉が、はい、だから増やせないんですよパワーを、はい、だからその走り込みしてもいいのはあの6秒から7秒間ぐらいの、だから30メーターから走っても50メーターはい、があの最も適してる。だからショートダッシュとか、うん、そういうのはしてもいいらしいんですけど、はい、もう長い距離 100m とか 200m とか何キロとかはもうマジ意味ないです。だから高校とかで走り込みとかって冬場やりますってやってますけど、はい、走り込むは走り込むだけあの筋肉細くなってきますからね。へー、これ知らない人多いんじゃないですかね。やっぱそれ昔はね、はい、ウエイトとかなかったんで、はい、それが正義だと思ってやってきた人もいると思うんですけど、うん、はい、あのその科学的な権威ではやっぱその筋肉の肥大化をあの有酸素運動でやることによって、うん、その防いじゃうんで、はい、パワーがつかなくなるんですよ。へー。だからそれ走り込みしちゃダメです。だって多くの皆さんが、うん、よく、ね、皇居の周りとか、うん、都内だったらジョギングしてる人いるじゃないですか、はい、一番なんですか。ダイエット目的多くないですか。多いです。っていうことは、はい、痩せますね。痩せますよね、はい、そうですね。痩せちゃダメなんですから。はい、あれ佐藤さん、こうやってまだ一つ目でしたっけ。え、いや、三つ目言ったじゃないですか。あ、一つ目が、はい、体重を増やす、はい、で次はその下半身の鍛える、はい、であの走り込み禁止って禁止、これがホームランを打つまず体作りです、はい、あとは技術的なのはもう練習していくしかないんで、はい、でもこれが伴わないと、はい、技術伴ってもホームラン量産できなくなるんですよ、うんうん、結局は、はい、その統計上、うん、だ僕はまあそれを言いたいですね。あ、なるほど。いや、聞いてて思ったのは、うん、あのこう一つ分かったことがありました。なんすか、はい、なんすか。あのだからこうみんなスクワットとかみんなするわけじゃないですか、筋力アップしようと。だから野球選手お尻大きいんですね。それはあると思いますよね、はい、やっぱ試合見てるとねお尻に目が行きますよ。好きなんですか。いや別に好きじゃないんですけど。いや、あのこう斜め上にこう、まあ、特に外国人の選手とかもそうですけど す,、ね、すごいキュッて上がってるんで、いやー立派だなと思って。こういう姿勢も多いしね、はい、低い姿勢とかも。あ、確かに。だからやっぱお尻にあると思うんですけど、はい、だから僕はこの3つをまず強化してほしいです、はい、まずここからこの時期ね、はい、一番やらなきゃいけないのは、はい、あの走り込み禁止です、はい、でもキャンプとかで見ないですか。見ます。めっちゃ何キロ走とか、はい、いや走れば走るだけ、はい、だって僕、うん、そんな、はい、心肺機能をそこまでいりますっていう野球。なんかでも持久力を上げるためにとか、あの結構ピッチャーの人が、まあ、走り込んであのもうちょっと体力をみたいな、ね、え、走り込む、はい、走り込んだら、はい、100何十球投げてもバテないんですか。肩じゃないんですか。あ、どうなんでしょう。でも持久力上がんないんですかね。走る持久力上がりますけど、走るのと投げるの一緒ですか、はい、じゃあもし、はい、じゃあマラソン選手が投げても疲れないんですか。だってピッチャーが言ってたんだもん。
って思うんですよ、はいはい、なんか走るのめっちゃ速くて、はい、全然能力ないやついっぱい見てきてるんで、あ野球でも、はい、走り出したらめっちゃ速くて長距離とかもチームで1位になるのに、はい、投げたら全然投げられへんやつとか、はい、いっぱいいるんですよ、うんうん、これさっきホームラン打つのやりましたけど、はい、投げ込みの大事さも言いましょうか、ついでに。あ、お願いします。球数制限とかあるじゃないですか、はい、あれも、うん、ちょっとあれにも反目しちゃうんですけど、はい、また佐々木何言い出すんやみたいなね、はい、いると思うんですけど、はい、身長、はい、体重、うん、走るスピードっていうのは、はい、男女差が15歳までほぼ統計上一緒なんですよ、はい、だって小学校6年生とか低学年とか、はい、女の子の方が早かったりしません？多いですね、そういうことも、はい、でまあ男も早いですけど、うん、だからそこがそんな大差なくて、はい、15歳ぐらいから男女の差がこう広がっていくらしいんですよ、高校生とかだって男性やっぱ早いですもんね、はい、ってなってくるんですけど、はい、投げるの、うん、投げるっていう動作は、はい、男女の差が小学校6年生からもう離れてるんですよ。へえ。でこうなっていくんですよ、はい、だから他のスピードとか身長体重とかスピードとか体の筋肉量とかっていうのは全部15歳まで一緒でそっから離れていくんですけど、はい、他のことは投げるっていうのはもう最初から広がってるんですよ。へー。そういうのに投げるのがあるってことは、はい、投げるっていうことに筋力とかそういう走力とか関係ないんですよね、まず。はー、なるほど。関係あるんだったら一緒なわけです、はい、一緒ですね、はい、はい、こう関係ないんですよね、はいはい、で、じゃあ走るの、うん、走るのが速い動物、はい、人間も含めて、はい、何を想像しますか？走るのが速いの、はい、動物ですよ。チーターでしょ、はい、じゃあジャンプ、飛ぶの、はい、飛ぶのは哺乳類でいうと、はい、カンガルーですよね、はい、人間よりカンガルーの方がすごいですね、小川さん。これ全部正解ですか？その授業を受けてきたんです、授業を、はいはい、カンガルーの方が飛びますよね、はい、じゃあ、うん、力、はい、力、多分ゴリラとかの方が人間より力あると思うんですよ、はい、ありそうですね、動物園と象とか、はい、カバとか、はい、投げるの、はい、動物の中で一番投げるのが上手いの誰か知ってます？チンパンジー。人間っす。そうなんですか？チンパンジー 100m 投げれますよ、ボール。投げるのは人間が哺乳類の中で一番優れてるんですよ、うん、はい、でそれは何でかっていうと、はい、二足歩行だからなんですよ。これちょっとすいませんね、なんか変な方向で話してきたので、ちょっと授業ですね、はい、肩甲骨が後ろについてるんですよね、はい、人間っていうのは、はい、それなんでかっていうと二足歩行だから、こう上までこう手が上がるのは人間だけなんですよ、はい、肩甲骨が後ろにあるから、はいはい、四足歩行、うん、はい、の動物は肩甲骨全部横についてるんですよ、はい、え、そうなんですか？馬とか象とかカバとか、はい、ゴリラとかも横についてるんで、はい、肩甲骨横についてるから、はい、こう上がるんですけど、うん、こう上がんないんですよ。そっか、まあ、まず4足歩行だから、だからこう上げてるんですよ、うん、チンパンジーとこうやってるんですよ、はい、こうやってるんですか、こうやって、うんうん、だから前にしか上がんないんです、こう横に上がんないんですよ、こうなんだ、だから投げる力がないんですよ、はい、男女差で差がついてるって言ってるんですか、はい、日本人、これをじゃあオーストラリア人、日本人、タイ人で比べた時に、はい、オーストラリア人と日本人の男性はもう最初から高い石であって、そこからこう成長していくんですよね、うん、はい、だからオーストラリア人の方が若干体が大きいんで、オーストラリア人の方が遠投能力があるんですけど、タイ人の男性と日本の女子一緒です。え、なんで？これなんでか分かります？分かんないです。これが投げ込みが大事かの、まあ、僕が一つの答えちゃうかっていう仮説を立てるんですけど、はい、タイ人、うん、投げる動作しないんですよ。日本って野球とか、はい、子供の時からも投げるっていう動作するじゃないですか、はい、だからこう投げるっていう動作はすればするほど成長するらしいんですよ、うん、あ、そうなんですね。だから男女差で最初からついてるのも、はい、幼稚園とか子供の時、うん、男の子は投げるっていう動作を結構してるんですよ、はい、でも女の人って投げるっていう動作そんなしないじゃないですか、はい、だから最初にもう差がついてるんですよ。でタイ人の男性っていうのは投げるっていうその国民性がないんですよ、はい、スポーツが野球っていうのが、まあ、今野球もありますけど、はい、でもそんな別に国民的に野球っていうのはないじゃないですか、うん、だってサッカーの方がなんか、ね、はい、イメージありますね。でオーストラリアだと野球もあるし、はい、クリケットとかもあるんで、うんうん、その投げるっていう文化もあるんですよね、はいはい、男の人でも投げる動作をしない、はい、そういうスポーツが少ない国民性の地域の人っていうのは、はい、男の人でも下にあるんですよ。へー。投げ込まないと投げるっていう動作が良くならないんですよ。ところだからピッチャーは
投げ込んで筋力とかその成長させていくとか投げ方とかを覚えていくことが、はい、投げることの優位性を高めるんですよ。へえ。考えてるだけじゃ投げることっていうのはうまくなっていかないんですよ、はい、だから投げ込み大事なんですよ。なるほど。まあもちろんね、はい、怪我するまでやる必要もないし、はい、別に投げ込みって言ってもキャッチボールもあるんで、うん、ピッチングだけじゃないですよ、はい、っていうところも成長に大事やっていうことなんですよ、うん、へえ。すごい、今日すごい科学的なでしょ、授業になりましたね。そういうのを子供の時から考えてやっていくと、はい、成長スピードが変わるかもしれないし、はい、これはすごい僕が熱量を持ってやったんですけど、はい、皆さんに受け入れられるかどうかが心配です。あれですね、野球やってこれ見てじゃあ上手くなろうって人はあのいっぱいスクワットして、そう投げ込んでお尻とか大きくしていただいて、はい、あの頑張ってください、はい、であと走り込みはあんまりしないようにしてくださいね、はい。